初インターフォンですか。じゃあ小籠包楽しみましょう。もう動画映えがすごいんですよ。本当ですか。いやなんかもう俺映んなくていいなって思ってよろしくお願いします。インターフォンめっちゃ大陸からの観光者の人が多いバスで来てるからね。じゃあとりあえずあの多分なんかピックアップできるから番号を取って日本語で書いてある。何が一番気になる。小籠包、あとカニ味噌小籠包も。カニ味噌も小籠包。日本語のメニューあるのいいっすね。いいですね。わかりやすい。これか。台湾ようこそ。乾杯。これも日本語や。うまい。初めて飲んだ。うまいっす。台湾ってしょっぱなこれはやばい。お、来るぞ。お、久しぶりだ。自己紹介の前から飲んでるっていうね。えげつない。サラッともビールで語られてる。カリキュラムで1年で初をつけて顔出し NG じゃない。 OK。 あ、そうなの。どうぞ。熱いよ、熱いよ。熱くないこれ。熱くない。うん、おいしい。めっちゃ YouTuber やん。超 YouTuber やん。10分前に結構スマート入れた。すげえこの方が YouTuber なんで。カオツマ、カオツマ。そのカットお願いします。あとカニ味噌も美味しいんで。カニ味噌がめっちゃ。カニ味噌、カニ味噌ね、やばいよね。カニ味噌もどうぞ。なおはここにビール飲みに来てるからね。そう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 。不好意思，一杯鲜啤酒。什么酒？加一瓶生啤酒，要几个杯子呢？四个杯子。Hello， 请问有云中鸡面的汤跟面要倒在一起吗？啊。鸡汤吗？鸡汤，鸡汤，鸡汤，鸡汤。鶏のスープ。へえ。めちゃめちゃ美味しい。でしょ？めちゃめちゃ美味しい。何味噌レベル違う。いや、買おうよ。ありがとうございます。すげえ。谢谢。熱々のうちにね、これもね。これは三人食べて、俺いつも食べてるから。これうまい。ありがとうございます。今日の授業はちなみにどんな授業なんですか？私ですか？うん、わかんないです。いや、行かない方がいいじゃん。危ない授業。危ない授業。思想が強い、思想が強い。そのままそのままホーチミン行った方がいい。それはやばい。連れて行か。どうぞ、ついであげて。接待みたいな。いや、今日は接待ですから。やめてやめてやめて、駐在してないから。あ、ねえ。未来の駐在員。うん。てか飲み終わり。あ、いいよ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 。言い事言っちゃう。笑った。いやいや。じゃあ乾杯です、乾杯です。ビールにチェイサーがあるから。あ、美味しい。この前東京で会って、今日と一緒だね。平日のドッピルマ。ドッピルマに。スープ飲んで、スープやばいよ。あー美味しい。これ久しぶりに食うな、台湾の人。うん、だからこいつの旅は俺で成り立ってます。刺激トラベル、刺激トラベル。それは日本酒持ってこないと無理だよ。刺激トラベルもある。どう？めちゃめちゃ美味しいですよ。プリプリエビがやばいでしょ。すごい。本用チャオショービールばっかり全然レシピやばい。うん、うまい。これだけのシェアリングが
これは台湾の良さが出てる。辛みはすごいね。エビがエビめっちゃ入ってるな。メニュー入ったね。いけよ。もう3年後ぐらい駐在員で、はい、お願いします。シシェどうだよ、もうついてくるホテルはあるから俺の友達んちやろお土産もいっぱいちゃんと買ってある今日もね、お土産しかねえ。間違いないんだよな。ハオツーマリアルタイムで来たシャリできた意味が分からない。そんな私友人なんですよ。知る友人なんですよ。今の動画使えねえよ。そうだね、人と人とのつながり。そう悪い出会いじゃもう。俺みたいな。俺みたいな。そういう目的で。潔白潔白。お、ハオツーマ？はい、じゃあまあそこです。ハオツー姉さん、ハオツー姐さん、ハオツーメメ、ハオツーメメ、ハオツーしか言わない。全部ハオツーマ？ハオツー？ハオツー姐さん。YouTube 上げたらなんかハオツーしか言わない。でも本当にハオツーだもんね。あとビールと合うね。中央から出てくる。バーゲ？なんかファミチキの評価版みたいな。マジ？強いじゃん。2個だみたい。うん。だから半分ずつで、そっち半分でどうぞ。回ってきたもう。辛い。辛いっぱい。早くね。これは嘘。台湾のカンペをしないといけない。あ、台湾のカンペってわかりますか？うわ、うわ、そうやって、そうやって飲みたがるな。ハンデ、ハンデ、ハンデ、ハンデ。台湾の乾杯は祝いの席では灰を乾かすって書いて乾杯だから飲み干すっていう文化があるんですよ。あります。日本にもあります。おい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 、ちょっと違うかな。親をシャンクールショットで飲み終わるっていう。ビールのショットっていうかもう一気やけど、ショットではね全然ショットがない、一気やけど。じゃあ乾杯、乾杯。イエーイ。ワンピース、ワンピース、ワンピース。優しい、優しい。知らん、知らんけどみたいな。何の話か知らんけど。それは、それは、それは千葉のヤンキー、それは千葉のヤンキー。自分バスケでいつもこうやってやってたもん。それは千葉のヤンキー。やばい、ファウルや。やべやべ、大丈夫。男には、どう思う？おお、やばい。男にはチャージングする。男にはチャージング。モーションかけていく。もう酔うわこれ。やばい。絶望、絶望。はい、食べ食べ食べて。これなんかちょっと形がすごいね。あー、わかるわ。ごめんごめんごめん。ごま5粒よ、ね、ごま全部5粒よ。ちゃんとね、でもね、技術力だ。1個ずつ並べとうや。あの厨房、技術力、あんなに激しい厨房1個ずつ並べとうや。あかんやろ、あの厨房。でもね、知ってないからね。もうなんかペペペペペって、ね、広がったりしないからね。早く食べろ。一人はあんな激しくなる。バン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 、やっとうに、一人はごまこんなやっとうや。よかった。美味しいシーンね。出てくる。あのね、立体本で一番美味しいと思う。本当に、あの小籠包より美味しいと思ってる。どうぞ、はい、いただきます。うん、これ美味しい。食べるの下手やん。これ絶
かり。あめっちゃ美味しい。でしょ。甘いだけどお前のメガネ受けてねえぞ。メガネにもかかった。これめっちゃ美味しいよ。めっちゃベトベトな。美味しい。カメラ映ってんのこっちや。俺はねもう回る撮る側に回った。うんわあ、もちろんいいよ。俺が取らない方が視聴率がいいから。美味しいでしょ。美味しい。だから俺がここで一番美味しいと思うのはあの100円のビールとこれ。これ美味しい。この2コンビやばい。うん、他はもうなんかね適当でもうちょっとでいい。とりあえず食べとけばいいみたいな。これが一番好き。これやばい。これ毎日食べたい。食べきりたくない、ね、もったいないもったいない。やばい食べちゃったやばい。お土産止まんなかった。なんかでも本当にお土産日本に持って帰る人もいるぐらい。へえ。お土産持って帰る冷凍が売ってんじゃない多分。あ、そうなんだ。小籠包は持って帰れないけどこれはいける。甘いやつだから。うーん、出そうないわ。もう飛行機逃そうかな。ベトナム行きたくねえみたいな。もう絶対パクチーだもん。もうキャンセルしていいよ。やばいね。皮やばい。うん、この皮に小籠包入れてほしいよね。この皮が美味しい。あ、でも残ってるちょっと。二人二人どうぞ。やべ、ごめん。女性、ほんのちょっとしか残らなかった。いいよいいよ。いや、俺らいつでも飲めるから。笑った。乾杯乾杯、お疲れです。お疲れです。姉さん姉さん、ごま垂れてますけど。それじゃあ、バスケだとそのファールですよ。パッシングですよ、これパッシング。危ないです。食レポお願いします。パッシング。ごまにパッシング。ごまが美味しいです。あ、おつま。そう、つまつ。おはようございます。日本の友達も楽しんでます。ご無沙汰しておりました。あ、ただ現在台湾に演習だ。いや。現在会讲中文吗？不会啊。不会吗？当然不会啊。好吃吗？好吃。好吃吗？好吃。谢谢林太宏的服务，谢谢，不错耶。谢谢林太宏，好吃，真的好吃，服务不错，谢谢。しかもハッピーバースデー。あ、ハッピーバースデー。多分好吃吗？好吃。好吃吗？好吃。